こんにちは、シャンシャンです。今回は、草書を覚えようです。この筆ペンを使って、草書を書いていきたいと思います。今回書くのは、名字の岡田さんです。岡田さんは、全国で32番目に多い名字です。37万9千人いらっしゃるようです。中国地方に多い名字です。岡田式座法というのがあり、大正時代の健康ブームを引き起こしました。何でも正座すれば心が落ち着き、精神と精力が養われるらしいです。座法としては、正座とヨガを融合したような感じです。ヨガのレッスン中に放屁しそうになることはよくあることです。よく運動できている証拠なのでお互いに気にしないようにしましょう。楷書、行書、草書ですね。草書はいろいろな書き方があるので3種類書いてみました。チャンネル登録、この動画にいいねをお願いします。ありがとうございました。またの動画で